この程度の戦いに私を呼ぶとは。足手まといになるなよ。もうあの方はどこへ行ってしまったんだ。緊張してきたぜ。あだだ、何なんだこの鳥は。試験会場名物アンチドリさん。これが魔力が低いやつほどこいつらにたかられちまうらしいぜ。うぜえ。おい、あいつ全く鳥が寄ってきてねえぞ。お、さっきのあいつだ。さっきのハージとかいう最果ての村出身なのに四つ葉のグリモワールを持ってやがった。四つ葉？マジかよ。へっへっへ。俺たちのどっちかが魔法帝になる。その伝説の始まりだな、ユノ。魔法帝になるだと？半年間の俺の修行の成果見せてやるからな。だだ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 。なんだこの鳥どもは。なんだあれ。最果て出身でもひどすぎるなよ。夜な鳥ども。やっとどっか行った。いやー、ぶつかってごめん。殺すぞ小僧。なんだこいつ。
おお、騎士団の団長が一堂に。魔法帝は？魔法帝がわざわざ試験に来るわけないだろう。っていうか団長が揃うだけでも奇跡みたいなもんなんだぜ。受験生の諸君、待たせたね。それではこれより魔法騎士団入団試験を始める。ふっは、もう大丈夫だって、リラックス。ふっは、もう気にすんな、頑張れ。ふっは、もうまだだ。次次、ふっは、まだまだまだ。それでは次が最後の試験だ。実戦形式で行う。戦いだ！二人一組になり、その相手と戦え。グリモワールを使って攻撃してよい。我々は戦闘が仕事だ。お前たちの力を存分に示せ。ふは、アスター、俺とやろうぜ。おお、せっけー、こんなしょうもない俺と戦ってくれるんですかい。当たり前だろう、ふっは。ふに頑張っていい思いをするために魔法騎士団に入るんじゃねえ。死に物狂いで魔法帝になるためだ。創生魔法ですかね。ありゃ、魔力を使ってねえ。え、いや、使ってないんじゃなくて魔力がねえのか。それなのに魔法帝になるねえ。妙なのが現れやがったな。確かユノ君だったね。君、対戦者が見つからないようだね。僕が相手をしてあげようか。あれってサリムじゃないか。あの名門ハプシャス家の四つ葉に選ばれたと言っても、所詮君は貴族ではない。僕たち貴族と身分と力の差を教えてあげるよ。もちろん資産の差もね。では始め。
身分と力の差を教えてあげるよ。まだまだだな。貴族のサリンが一瞬で、嘘だろ。以上で試験は終わりだ。それでは番号を呼ばれた受験生は前に出てきてくれ。その受験生の入団を望む騎士団長が挙手をする。挙手した団に入団するか否か、そして挙手した団が複数の場合にどこの団を選ぶかは受験生の自由だ。ただし挙手する団がない場合、魔法騎士団へは入れない。次、164番。はい。ユノ、希望者は挙手を。マジで全団挙手。魔法帝になるための最善の道を行く。今時期の夜明け団でお願いします。次165番。あ、次あいつか。希望者は挙手を。165番、挙手なし。そりゃそうだわな。ヤミさん、魔力のないお前なんざ誰も欲しがらねえ。お前さっき魔法帝目指してるとか言ってたな。今俺の目の前でもまだ魔力のない分際で魔法帝になるとほざけるか。俺はいつか魔法帝になってみせます。お前面白い。うちの団に来い。え？ちなみにお前に拒否権はない。黒の防御でクソボロになるほど散々な目に合わせてやるから覚悟しろ。そしていつか魔法帝になってみせろ。はい。